アセスメリマックのダールグレン砲。1861年、ダールグレン砲とは、南北戦争中に北部の海軍が使用した、格好砲及びライフル砲の一種。表記は、ダルグレン砲とも。格好砲については、ダールグレン式格好砲とも言われる。鋳造時に一体成形されたのはごく、原始的な大砲だけであって、19世紀の大砲は、発射に耐えるための強度と、 可能な限りの軽さを実現するため、多様な形状の金属製部品を組み合わせて作られた。合衆国海軍の火器開発部の長、ジョン・エイ・ガール・グレンは、黒色火薬への着火時の方法において、爆発の力が最大で、一方、砲弾が方向近くにある時はかかる力が最小であることを認識していた。そこで彼は砲が非常に太く、 方向が細く、滑らかな外形をした大砲を開発した。これはより先進的な方の大砲に比べて安価であった。ダール・グレン砲はビール瓶に似た形状からボトルキャノンとあだ名された。またダール・グレンの名にちなんで呼ばれることもあった。1864年、訓練公開中の合衆国海軍砲艦でダール・グレン砲を操作する砲手しかしながら彼の設計思想は 他の海軍関係者には受け入れられなかった。大砲の装填方式が前装式から後装式へ転換したことと夜勤技術の発展による積装砲の出現は20世紀になる前に彼の設計を時代遅れなものとした。彼の設計の欠点は褒美のホイスティングノブが小さいことと大砲にとって不可欠である小準角の設定機構を変えていたことである。これらの不備は ロットマン法の開発によって改善が試みられた。ありがとうございます。